よし、とりあえずリオレイヤーもぶっ殺して、でね、ちょっと、まあ、あんまり移動するモンスターはちょっと嫌だなってことで、バサルモスに行こうかなと思います。多分こいつ、ガチで、カッチカチのカッチ、ゴリゴリのカチカチだから、で、バサルモスも確かね、毒使ってきてたね、なんか、思い出があるから、しっかりと解毒薬、解毒草持っていったらあんまりね、意味ないけど。さあ、行きます。バサルちゃん。見えざる飛竜バサルモス。さあ、初代のバサルモスどんなか、うわー、ちょっと初めての火山ですね。今回は、クーラードリンク2個しかないけど大丈夫これ。ほう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 。ほうほうほう。なんか初めて火山っぽい。もしかして。まあ、さすがにムービーが、どうだろう、あるのかな、こいつか、これではない。でもこのオブジェのはずだからね。うわ、すごいいっぱいあるんだけど。バサルモスうわー、もうロケットもいるしさ。お前か、え、なんで爆発した今。いえ、なんで爆発した、え、なんで爆発した。ちょっとなんでここにいるってこと、バサルモスが。これじゃないよね。あ、これもしかして。いや、これか、攻撃できるよこれ。いえ、何今の。あ、なんかあれ、モンスターに当ててダメージ与えるようなギミックか。へえ、そんなのあるんだ。ちょっと今覚えたから有効活用していきたいね、できればね。ちょっとブルファンゴがさ、俺がせっかく今有効活用 したいなって言ってた、あのギミック片っ端からぶっ壊してんだけど、こいつどんだけ害悪なんだよ、そこまでするか。いやー、もうどこもかしかもこの雑魚モンスター湧きすぎだろうが。おい、わー、いいねー、こういうところ好きっす。リメイクしてほしい。このフィールドも。ここよ、あ、ここいそうだね。あ、あー、お前だ、間違いない。てめえだ。ほら、やっぱり。やっぱりね。え、勝って。痛い。ちょ、こいつ多分一撃一撃多分クソ。痛いと思うから。さあ、サンブレイクをやってるね、皆さん、これが初代のバサルモスです。いや、なんでこれ壁があるのかちょっとよくわかんないけど、勝って。いやー、まあダメージ自体はそんなにあれだけど、ただただクソ硬いっす。ちょ、ギミックどんどん使っていきたいね。いいね、来た来た、ここだよ。どうだ、よーし、いいね、いい感じ。こういう風にね、ギミックを駆使してモンスターを倒すっていうのは、モンスターハンターワールドから始まったことではなくて、もう初代からね、こういうのはあったと。こう、足、よしよしよし、足とか、足腹渡、ちょっと腹あたりちょっとちゃんと攻撃して、ちょ、危ない。ああ、痛い、まあ、バサルボスそんなに攻撃力自体は高くないかな。まあ、まだ怒ってないからこいつの本気ではないと思うんだけど、ただちょっとこの羽音がもううざい、さすがに。さあ、ここのギミックも使っていこうか、しっかりと。お前いい様子、ほんとお前邪魔だよマジで。こっち来て、あー、火属性攻撃していくんだ。まあ今の俺に火属性はそんなに効かないから、ね、いい様子、今のとこ今しばくいい様子。よしよしよし、当たんないか。よしいいね、お、いいね、いい感じ。あれ、どのくらいダメージ入ってんだろう。え、なんかすごい虫めっちゃ湧いてんだけど、ここもしかして無限湧きか。いや、硬いよな。え、なんで毒った。あ、いいよ、そう、お前ふざけんなよ、マジで。うざい、え、硬い、ほんとに、このめちゃくちゃ硬いんだけど、こいつ硬すぎるでしょ。カメさんも適当にぶっ込むしかねえな。よしよしよし、当たった
毒斬りがいいね、いいね、いいね。あー、ぶぶ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 、よしよし、引き殺して、引き殺して、いいね。ランゴスターぶっ殺してくれたあいつ危ないよ。オッケーオッケー、よし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 。まあちゃんとした攻撃方法をあれしていればだ問題はないかな。ただそこまでがっつりと攻撃できてないっていうのが今現状で。よし、はお腹こいつ壊して、よし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 、ちょこれ一回離れて毒斬り。いやー、この周りのやつ殺してくれるから本当にありがてえ。いやー、ちょっとそれはやめて、今やめてほしかった。よし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 、ちょ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 、どう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 なってるかわからないよ。 OK、 ちょっとやめてマジで、ランゴスター本当に。俺お前のこと殺したくないんだよ。よし、いいね、いいね。転ぶ？転ばないんかーい。オッケーオッケーオッケー。よし、死んだ死んだ死んだ。いいね、いいね。結構いいモンスターじゃないこいつ。まあタックルもそんなに痛くないね。全然弱いわ。ただ弱いけどダメージが全然与えられてないね。本当にバサルモスとかそういう系って属性で攻撃するのが楽しいんですよね。怒ってる怒ってる怒ってる。怒ってるとこの突進のダメージは結構痛いんじゃないかな。よし、ただ隙はめちゃくちゃあるから結構タメさんは打てるような。あー、これ一回離れようか。あー、頭かてえこいつ、頭クソかてえ。いや結構回復系がもう気づけばこんなになくなってる。意外とじりじりと削ってくるね。ちょマジでさ、もうランゴスターほんとクソうざいこいつマジで。ちょっとどうにかしてよ。ちょバサルモスもちょ全員こいつらマジでぶっ殺してくんない？もう無限に湧いてくる。あー、今のは当たる？先に攻撃与えたかったな。ちょっと片手剣でじりじりと攻撃した方が足元良さそうだね。なんか全然攻撃できませんわこれ、全然攻撃できなさそう、できてなさそう。はい、硬いってマジでこいつ硬すぎるよ。これめちゃくちゃ硬いわ。よし、いや本当に全然ね、攻撃できてる感覚がマジでない。あ、よしよしよし、お腹やわら、お腹壊れた、お腹壊れた、やっと壊れたか。こっからなんだよバサルモスって。うん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 、まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。これまだ毒煙、まだ毒煙か。こいつ確か弱ったら眠りの眠り煙になるんだけど、ただこの頃って眠るエフェクトっていうかこうあったのかな、眠りやられとか。よしよしよし、いいね、こう着々とこうモンスターのお腹を壊してる感じ。よしよしよし、いいよ、まあ、俺が毒になる分にはいい。そんなことよりランゴスターをどんどんぶっ殺してほしいわこいつには。ちょっと殺して殺してマジで。これランゴスターほんとうざすぎるわ、この頃のランゴスター。めちゃくちゃ湧いてんだけど、まあ、でも逆にこれほど湧いてるってことは素材集めに困らなさそうだな、まあ、こいつの素材をいつかねえお腹にしっかりとぶち込んでいく。よし、いいね、しっかりとランゴスター、ランゴスターめっちゃ死んでんだけど。よーし、
これガードできないのはやっぱ初代からか。やっぱガードできないよね、これは。ちょっとマジでさ、全然死なないよ。全然こいつエリア移動は、エリア移動こそ全然しないけど、その代わりに全然死んでくれない。あ、スーパージャンプ、危ない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 。これのしかかりみたいな感じね。オッケーオッケー。で、こいつ確か潜って移動するから、エリア移動されると結構ね、めんどくさいんですよね。マジ全然、うわ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 、やばいやばいやばい、マジで勝てない。秘宝、回復薬全部飲み干していく。回復薬なくなりました。秘宝です。で、こいつ全然なんか弱ってる、あれも全くない。あれ死んだ。よかった、よかった。本当に俺不安だったんだよ。お前マジでさ、本当マジ邪魔すんな、本当に。よし、まかライト鉱石ゲットしたやったー。この頃のまかライト鉱石マジで、でもまかライト鉱石しかゲットできないっていうのはやめてほしい。よし、毒袋いいね。いやー、ちょっと長期戦だよ。まあ、でもちゃんと1700円ぐらいゲットしたからよかった。まあ、所詮こいつは金稼ぎのありにすぎん。さあ、そしたらね、ちょっとアイテム売りまくって今1万3000円ぐらい貯まったんで、なんとかこれで武器強化。で、こいつをポイズンダバールに強化できます。レッツゴー、行くぜ。そして毒属性、復活。やったー。で、これ強化、最終強化が、ポイズン、タバルジン4万円。すーごい、これお金かかれても、もうちょっとで完成するな。毒袋あと1個でいいんでしょ？いやー、これは多分かなり強い武器になるんじゃないかな。そしたらこの武器で、もう一回、バサルモスちょっと行ってみよう。体験だと、もうめちゃくちゃ時間かかって。よし、しっかりと攻撃力を上げていくと。で、この攻撃力を上げたポイズンタバール、毒属性がね、一応見てください。この所持金0円っていうね、もう全然お金がないんだけど、一応毒属性が180あると。これでちょっと行ってみようか、レッツゴー。で、このさ、マジでさ、これ分かる皆さん、このめちゃくちゃ戦いにくい。今なんかモンスターがさ、大型モンスターと戦ってる時、あの小型モンスターって横でさ、吠えながら見てるじゃん。この時めちゃくちゃシャシャリ出てくるから、本当にこんな感じで。よし、このジャンピング攻撃がまたいい。毒、全然毒んないこいつ。あ、あれあれ、弱ってる、弱ってる、弱ってる。そんなことはないでしょ。だってまだまだ5分だぜ。でもこれ睡眠使ってるってことは、あ、そういうことではない。たまに睡眠使うのか。あれ、俺のあれだと、あ、さすがに威力落ちちゃう。怒ってる時にここの目の前で砥石使っててよかった。オッケーイ、オッケーオッケー。今でも睡眠の霧ちょっと出たね、一瞬。一瞬ちょっと睡眠出ましたね。よしよしよし。まあ片手剣も悪くないな。危ない危ない。結構でも意外と俺立ち回れてる。立ち回れてる。立ち回、ねえ、立ち回れてる、ねえ、ような気がするけど。これガードできない。あぶねえ、ギリギリ当たらない。よかった。これちょっとちゃんと風圧とかをガードしといて。よしよしよし、勝て。転ぶ転ぶ、転ばんのかい。転んでくれよ。いや、すごい簡単に切れ味落ちますね。ガードして OK。
小石結構が消費量多分とんでもないことになる。さあこれはちょっと左側に右側ずれて、マジ邪魔したらぶっ殺す。 OK、 これマジ邪魔したら本当ぶっ殺してた。あ、毒った毒った毒った、やっと毒ったよ。あれ終わった、今毒ってたよね。でこいつ毒ってるのかこの怒ってるのかどっちかわかんないんですけど、わかんないです。いやーなんかすごい片手剣めちゃくちゃ安定しますね。なんだろう、やっぱりガードが使えるっていうのはやっぱいい。そのままちょっと踏み潰してちょうだい。まあ、あとはこのランゴスタがいなければ本当に最高だったんだけど。よしよしよし、お腹壊れてる壊れてる。あとはねこのお腹をちま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 攻撃してれば死ぬんだよな多分。よーし、いいね。多分これランゴスターの素材めちゃくちゃゲットできるような、ランゴスターの素材欲しい時こいつに行けばいいんじゃねって感じだけど。よし、まあこれ正直いなしてもいい、ガードしてもガードしてなくてもどっちでもいいような気がする。オッケーオッケーオッケー。いや砥石の消費量多分 えげつないですね、過去一で。いやもうやめて、その超もうちょっとだったのに。よし、あーもうほら最悪です、最悪です。はい、もう好きにしてください。はい、いいでしょ。痛い痛い痛いよ。よし、いや待て、体験よりちょっと早い。意外と片手剣強いっすね。ちゃんと扱えればマジで本当にいい感じに扱えるんじゃないかちゃんと扱えばっていうすごいあれだけど、まあ、めちゃくちゃすごい身軽でいいね。